ロベルト・バローニョは、イタリアマネルビオ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。ポジションは中盤で、運動量は少ないながらもパス精度の高さが特徴で、若くから将来を植望されていた。ブレシア・カルチョにて、プロデビューを飾り、その才能に注目した SS ラツヨへ移籍。しかし、 当時の監督図でネクゼーマンに認められず、出場機会を失い、レンタル遺跡を繰り返した。1999から00シーズンは、ローン先のレッチーナカルチョにて、アンドレア・ピルロと共に活躍。2001から02シーズンは、アッコフ・フィオレンティーナで、翌シーズンは、ペルージャカルチョでプレーした。2003年から2005年までは AC ・キエーボ、ベローナにて、クラブの躍進を支えた。 この活躍を評価され、イタリア代表デビューも果たしている。2005年にラツオに復帰したが、出場機会に恵まれず、ウディネーゼ・カルチョ、ブレシアにレンタル移籍。2009から10シーズン、クリスティアン・デデスマがクラブ首脳陣と対立して、出場を禁止されたこともあり、先発出場の機会を増やした。2010から11シーズンは、レガプロのアトレティコローマー FC でプレーした。 2005年6月11日にイーストラザフォードで行われた親善試合エクアドル戦にて後半よりダリオダイネッリに代わりピッチに立ち代表デビューとなった。イタリア代表の各世代において指導者としての経験を積む。2017から18シーズンはフルス・ブレシア・カルチョのプリマベーラで指揮を取った。翌シーズンより SSC ・ナポリのプリマベーラに昇聘された。 ありがとうございます。